皆さん、こんにちは。前回大会でのヤーマン VS 朝倉未来での衝撃的な結末から約1年、キングオブストリートファイトヤーマン選手が自らプロデュースし出場する新格闘技イベント、ファイトクラブの第2回大会ファイトクラブ2が開催決定しました。格闘技界の物語を大きく変えたファイトクラブ第2回大会でも新たな歴史を作ること間違いなしと言われており、平本蓮選手のドーピング騒動、朝倉未来選手の引退宣言があった今、昨年以上に注目を集めています。そしてその対戦相手が本日18日発表されました。そんな注目されている中発表されたヤーマン VS 木村フィリップミノ、そこで今回はこのお二人の対戦の経緯、話題を集めていた出来事についてお話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速見ていきましょう。ファイトクラブは昨年11月に第1回が開催、メインカードでヤーマン選手と朝倉未来選手が対戦し、1ラウンド開始直後からヤーマン選手がパンチの連打を朝倉選手に浴びせ、1分17秒で KO 勝ち。朝倉選手がヤーマン選手の連打に77秒で崩れ落ちる衝撃的な結果が話題となりました。第2回で対戦する両者の因縁は7月28日の超雷神3で鈴木博明選手に勝利した直後のヤーマン選手のインスタライブでの発言が導火線だったようです。ファンから木村戦をリクエストされたヤーマン選手が、多分俺全然余裕で勝てるけどね、体重差とかあってもと発言。これが切り抜かれて SNS で拡散されると、木村選手が試合決定でファイトクラブでやろうかと反応していました。その後も YouTube や SNS でバトルが繰り広げられ、ファンの期待も高まる中で試合が正式に決定したようです。ヤーマン選手は、自分がインスタライブをやっていて視聴者から木村実に勝てますかと聞かれ、余裕でしょと、その後やらない方向になっていたけど逃げるんですかと言われて、逃げるわけないだろうと、俺がどうやって負けるんだよこんなやつにと対戦に至った経緯を語っていました。先に会見に登壇したヤーマン選手はこの試合について、ヒリヒリ感を味わいたい、木村実の OFG のパンチを一発もらったら頭の骨が砕けるかもしれない、怖いけどそれが楽しみとスリルを求めてオファーを受けましたが、俺がどうやって負けるんだよこんな臆病なやつと断言もしています。対する木村選手は、会ってみて気合が入ったと力を込めた様子。雷神でドーピング違反の過去がある木村選手、前日には戦闘準備開始とムキムキ乳首ビンビンの写真を SNS でアップしていましたが、あれは映える角度で撮っただけ、今はクリーンな体を目指してるので神に誓ってやってないと語っていました。さらに、臆病って言われて悔しい思いが湧き出てきた、こういう時に結果を残したい、自分もスリルを味わいたい、アドレナリンジャンキーだからと意欲を見せ、 OFG は彼の土俵だけど前に出て彼が経験したことないくらいド派手な KO をしたいと勝利を誓いました。木村実選手は元 K1 王者で、最近ではニュージーランド強豪に圧勝していました。その試合の対戦相手は最強部族マオリ族のボクサーエッジ選手。エッジ選手はフィジカルが強くボクシングが専門と、谷川代表が太鼓判を押す強豪です。アマチュア MMA から昨年7月にプロボクシングデビューし、そのフィジカルで判定勝利すると、今年7月にニュージーランドスーパーウェルター級王座戦で互いに譲らぬタフな激闘を展開、惜しくも判定で敗れ、木村選手は63秒の KO 勝ちを収めています。木村選手は試合を振り返った映像で、
KO を狙っていたので悔しいですね。ダウンを1回も取れずに勝ったのは人生初なので難しかったですね。防御を徹底されていましたねと悔しがっていたと言います。木村実選手とヤーマン選手の対戦発表を受けてネットではバラエティ感が強くなってきて格闘熱がなくなってきている。これは階級を超えたドリームマッチだな。ヤーマンは男だわな。木村の体重に合わせてるじゃん。木村のステロイドパンチを一発でもまともに食らったら即ゲームオーバー。ヤーマン死ぬぞ。煽って話題作り大変だな。階級違うのにやる意味ある。ステロイドで体重落とせないんですか。ヤーマン毎回番狂わせ起こすけど今回厳しいやろといった声が上がっています。この2人は平本蓮選手のドーピング騒動の時から SNS を通じて一触即発の空気を出しており、今回の発表に沸いた格闘技ファンの方も多いのではないのでしょうか。8月31日、ヤーマン選手が自身の X にお金という武器を使った勝負に負けた、ピストルを使って勝負に負けた相手に銃弾を返せと言っているのと変わらない。姫香は何も悪くない。愛とは対価を求めない無償のもの。対価を求めている時点で下心。相手に愛を求めるなら自分は相手に対価を求めてはいけないと投稿。これに対し木村選手は、ヤーマン、俺とやる前に二次ほとの試合が成立した感じか。まずは俺と男同士の勝負しようぜ。ここでバトル開始のゴングが響き渡りました。ヤーマン選手は、お前みたいなオカマ野郎とは男同士の勝負にもならないよ。新宿2丁目のいい店紹介してやるからおとなしく働いとけと返信。木村選手は、ヤーマンさん、まずなんで2丁目の店に詳しいの笑。まあヤーマン男気あるし2丁目でモテそうだもんなと投稿。さらに、なんでヤーマンから煽ってきて、なおかつ試合期間も短い中でルールも体重も合わせるんだよ。 OFG なら俺に勝てるって言ってるからそこはヤーマンに合わせる。体重も74とは言わないからさ。まあいい返事待ってるよと続けて投稿しました。この件があってからの対戦決定、今後にはさらに注目が集まることでしょう。これからも目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。